最初は、新風元 WWE のスーパースター田尻をはじめとするレスリングニュークラシックの6選手がレッスル1に入団。やっぱりもう一回こうプレイヤーとしてやってみたいなっていうですね、そういう考えはここ最近ずっとありまして、新たなステップとして業界再編の意味も込めて WNC の選手を6人所属の選手として、合流することを発表します。はい、所属第一戦の相手はアメリカ DNA からの刺客、巧みなマイクパフォーマンスと小柄な体格を生かし相手を翻弄する小悪党、ロックスタースパッド。おばの権力を駆使しカートアングルを破るなど連戦連勝。 DNA のトップディクシー・カーターの甥のイーサン・カーター3世。 DNA のクセモノを相手に世界の田尻はどんな戦いを見せるのか。レッスル1 VS DNA、 田尻・児玉祐介 VS イーサン・カーター3世、ロックスタースパッド。第6試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。実力があるのか、あるいはそれは完全に化粧を施した顔なのか、全く分かりません。イーサン・カーター3、そしてロックスタースパッド、この2人が何やら王様とそしてしもべのように入ってまいりました。正直役の強い劇画的な2人、全くの未知数であります。アピールプレイの申し子たち入ってまいりました。 DNA イーサン・カーター3、ロックスタースパッドの2人であります。DNA 大塚社長の甥としてこのリング上に仁王立ちでありますイーサン・カーター3、ロックスタースパッド、さあどのような働きを示してくれるんでありましょうか。聞こえてまいりました、まさに空気は一変、田尻の匂いだ。レッスル 1VS DNA のタッグマッチ、この7月から新風を吹き込んでおります。 WNC からレスリングニュークラシックからレッスル1の契約選手となった2人の初めてのこのリング上での試合。アメリカにおけるヒーローといえばまさにムタと、そうこの男田尻であります。2人ががっちり手を組みました。何かが起こる、何かが起こる、ここから起こるレッスル1のリング上。ジャパニーズバズソー、そしてクセモノモンスターは田尻。こだまはアクロバチックポケモン、こだまゆうすけと合体であります。30分一本勝負のタッグマッチ、何か狙っています。クセモノモンスターの田尻、まさにアウェーの雰囲気の中、ロックスタースパッド若干動揺を隠せない。イーサン・カーターサード、おばさんはいないぞ。ゴングが鳴ろうとしておりますが、観客かなりの声援をこの2つのタッグに送っております。30分の一本勝負レッスル 1VS TNA のタッグマッチ、大宮を切ってまいりました。この肉体美、小林さんいかがですか、このイーサン・カーターサード。ごっついですよね。ごっついでしょう。精悍な顔つきもなかなかですよね。はい、モンスーンの方は小さいですよ、ね、いやいや、もうその通りですけどもね。しかし新井さん、はい、このゴンが鳴る前のですね、この雰囲気、これはもしかすると DNA の、これは DNA の、これ完全に空気持ってってますね。空気持ってってますよ、これ。いけませんね、これはちょっと、はい、これあえて作ってますからね。作ってますね、さあそれを田尻あるいは児玉はどのように受け止めているのか、勝林さんどうしたらいいんでしょう。これどうしたらいいでしょうね、これもうやらすだけ吐き出させた方がいいんじゃないですか、ね、あっとここで腕枕で寝そべった。
やります。この辺りいつもこの感じなんですかね。いいですね。こんな感じなんですかね。いやあまりにも盛り上げすぎですよね。いやでもあの日本人のファンがやっぱり持ってきましたね。さあこの声援はどちらが始まったのか。あこれ引っ張り合います、ね、引っ張り合います引っ張り合います。ボックスタスパッド間に置いてここでゴンが移らされました。あこれ、ね、さあなんとこのロックスタスパッド2人上がり、スパッドはっきり言って弱いですから、これで終わってしまう可能性がある、あっという間の出来事になってしまう可能性がある。いや狙いは1点ロックスタースパッド、ド派手な口から生まれてきた男であります。アピールプレーの申し子たちはもうアピールプレーできないのか。あコーナーを間違えるほど動揺を隠せませんね、初来日なんてね、あの会場の、ね、中身もよく分かってないと思います、ね、そうですね。さあ青コーナーに陣取ることはできたか。イーサン・カーターサード、この TNA の女社長、あのディキシー・カーターの大富豪の老いというそういう存在であります。その一番の部下がスパッドですよね、はい、なるほど。ということはこれ完全にですね、まあ、部下がやられているという状況の中で、あっとここで2人が何だこの学校は前後になってしまった。見たくない格好だ、いけない格好だ。まさに R12 指定でありましょうか。そんな状況の中、さあ田尻が行く、田尻が行きます。注目してまいりましょう。カズさん、はい、この田尻選手、ね、一緒のこの団体になりましたよ。今どんなお気持ち。ね、実は田尻さんと同じ時期に、ね、アメリカにいるんですよ。あそうなんですか、はい、股間を上からやりますね。そのやっぱりね、朝からの因縁みたいなのありますよね、まあ、ずっと向こうの生活の時は一緒の団体になることはなかったんですけどね、やっとここで一緒の団体になったかというような感じですね。いやプロレスをやるために生まれてきたような男、このくせ者モンスターの田尻、そしてこのまま僕が3年じっくり仕込んだ男ですから間違いないと語ってくれました田尻。この児玉雄介を称してまさに一番弟子であります。さあ赤コーナーの自軍に持っていきました。完全にロックスタースパッドを自分のものにしています。やはりこうなりますとね、完全に小橋さん、はい、分断作戦は成功しているようですね、ここまではね。いや分断作戦はいいんですけど、はい、ちょっとイーサン・カーター見てみたいです。見てみたいですね。先ほどからずっとおっしゃってましたもんね。どこまでやるのか、はい、あのイーサン・カーター3世 EC3 って呼ばれてるんですけど、はい、未だに負けないんですよ。未だに負けない、はい、あの去年の10月 TNA デビューしてから、はい、負けなしずっと連勝できてますんで、大物食いの噂もありますよね、はい、しかもあのカートアングル、はい、あのカートアングルを欠場に追い込んだのがこの EC3 ですよ。うわ、はい、あの膝の負傷に追い込んだと聞かれておりますが、カートアングルを破ってるという小林さん、これただもんじゃないですね。いやただもんではないですけど、どこまでそんな実力があるのか、はい、あ引き寄せを使ってまいりましたよ。出ましたよ、出ました出ました。おーっと腕を持ち上げてそのまま叩きつける、こいつこの躍動美、そしてエッドを落としますが、しかしこれはうまくかわしておいてアームホイップ、リクルアームホイップ、相手の実力を見極めるかのようにまずは児玉雄介が挑んでいきます。イーサン・カーター3世、全くの未知数であります。しかし実力者であるという噂は飛び交っている。実際どうなのか、あっとこれフランケンシュタイナーをリングのほぼ中央、僕のおばさんは大社長デキシー・カーター大富豪だよ、だからみんな心してかかれよ、そんな言葉はこのリングには通じません。レッスルワン、そして両国国技館のリング上であります。原田さんね、このイーサン・カーターサードがですね、ワンパーセンターという、あそうですね、非常に際どい技を持っているという話を聞いてますけども、これあのワンパーセンターという技で TNA で衝撃的なデビューを飾りましてね、それからずっと負けないで来てるんですが、まあ、あとはこの人の武器は権力なんですよね。権力ね、パワハラですよね、まあ、それが日本で活かせるかどうかは分からないですけれども、これは活かせないとは思いますよ、田尻と児玉はそんなことではもうどうしません、ね、はい、まあ、それにしてもレスルワンはね、粋なカード組んだなと思いますね。なるほどね、田尻選手 のレスルワンデビューには申し分ない、ね、怪しい外国人相手ですよね、いやどちらが悪が強いかというその悪合戦という感じもいたします。
さあ出てまいりますよ、小橋健太の目にはどう映るのか。さあ村上さん体勢に入ろうという構え。さあ高い、おお、これは超体育、小橋さんにも負けず劣らずか。綺麗に倒立をさせておいて落としました。いかがでしょうか。ああいいですね、いいですね、いいですね、いいですね。タズリがこれを引き剥がしにかかる。タズリといえばあの WWE、 長年日本人メジャーリーガーという言葉もぴったりの男であります。武藤、そして武藤との合体、まあ、今回はこの業界再編キーマンとしてタズリがいるわけでありますけども、その田尻と小玉を向こうに回してやりたい放題できるのか。イーサン・カーター3世、さあロックサスパッドがすぐにカバーに入りますが、カウントは2です。あのこのロックスターというのは80年代の、はい、うん、まあ、ロックミュージシャンのギミックモチーフなんですよね。あ、いましたね、こんなね、こういう嫌味なね、嫌味な、いましたよね、はい。まあ、しかしどこまでドア手になってもですね、結構似合うからまたちょっとですね、気に入ってますよね。ロックスターってなんかうちの神林レフリーに似てますね。まあいろんな人に似てるんじゃないですか、もしかすると。あの彼はイギリス人なんですけど、あの去年の1月から行われた TNA のブリティッシュブートキャンプというイギリス特別の番組があるんですが、そこのシリーズであの4人で争って契約を勝ち取ったという、あの選手なんですよね。実力もそれはあるんですね。まあ、あの勝ち取ったんですけれども、試合で勝ったというよりも、まあ、いろんなパフォーマンスも含めて全部含めてあの契約を得たという。わかりました、はい、そのロックスタースパッドからイーサン・カーター3世は出てきております。さあ田尻との戦いをちょっと見てみたいな。まあ、これだけあの筋肉美となりますとね、腕づくだけかなという感じもするんですが、どうですかこのインサイドワーク、あるいは小林さん、はい、この緩急のつけ方とかですね。そうですね、おーおーおーおお。さあマット上に頭前頭葉の部分を押し付けていきます。さあしかし足を取ったか、田尻はリング下に転落、もう完全に小玉に一本絞っております。突貫禁止、不思議な飛び魚、空中は我が庭と、そんな小玉雄介。なんだここで抱き合ってどうすんだ。さあおんぶをしてそのまま突っ込んでいく。なるほど、2人の体重が乗っかっていきました。カズさん、はい、考えてますね結構。いやどうなんですかね、威力は増えるんですかねこれね。このツープラトンは、あ、これはすげえぞ、これは高いところだから落とすのか。落とした、ああいう落とし方か。ちょっと落とし方がイメージと違いましたね、腕を持って腕を回してね、はい、背中から落としていく可能性がね、はい、それを期待してましたよね。なんか期待外れな。まあそのあたりがこのコンビなんですよね。小橋さん結構ぐさっときますね。その発言 OK です。もう一回合体しますかこれ。合体合体しますか、今度は小橋さんの期待にしっかり期待を裏切らないことができるかどうか。なんだ一発やりました、スーパーキック、トラスキック組。さあここから何が出る、今日はグリーンミストあるのか、グリーンミストあるのか、そのこのキック、バーソーキックも出てくるのか、あってきた、ハンドスティングエルボー、まさに元祖、元祖です、元祖ハンドスティングエルボー、バーッと同数値狙っていたからように計算づく、そろばんづく、田尻の真骨頂であります。さあそしてここで合体技をくるくる回って、おーおーおお、さあ出たタランチュラ、出ました出ました、この7月からレッスルマンの契約選手になった、初めての試合でありますタランチュラ、アメリカにも巣を張ったあのタランチュラワールドが展開されました。2人で持って同時ドロップキック、飛ぶのか、トペか、トペでいけるのか、スライディングキックであります。さあこのカジュの動き、カジさんの目にはどう映ってますか。いや動きいいですね、おお、トップロープ越えた、小玉選手素晴らしい、空中は我が庭パーク、
一回ケーンと伸びましたね、空中でね。素晴らしいですね。先ほどね、ドレッシングルームを出たところでちょうどこの児玉選手とばったりこう出会ったんですけども、はい、かなり緊張はしていましたね。それを感じないですね。感じさせませんね。この辺りずっとと思ってますね。多分ね、リングに上がったらそういうものなくなっちゃうでしょうね、きっとね。特に今日は、まあ、師匠田尻とのこのタッグ、残念ながらコークスクリームーンサルトプレスは誰もいないところに着地してしまいました。やはり司令塔はイーサン・カーターサード、そしてロックサスパッドをここで鼓舞しております。なかなかいいタッグかもしれませんよ。いや話してる暇はないと思うんですが、さあロックスタースターパッド、ド派手な口から生まれた口先男、グリーンミスト、ここで来たグリーンミスト、さあここを勝機と思っています。来ました、バンソーキック決まったでしょう。3つ奪いました。レッスルワン VS TNA、 このタッグマッチはレッスルワンに7月からその看板を背中にいただいた田尻と児玉、この2人がもぎ取りました。小松さん、いかがでしたでしょうか。いや、やっぱり田尻選手タイミングがいいですね。タイミングがいい、はい、やはりこの勝機っていうんですかね、逃しませんね。そうですね、素晴らしい、しい、やはりこれも野生の感というかリング上のもうこれ体でもう染みついてますね。そうですね、菅さん、いかがでした。いやー、これから分厚くなったレッスルワン、うん、これをすごい楽しみでありますし、なんかね、こういう風ないいライバルというか、はい、そういうものが来てですね、僕もうかうかしてられないなというか、ケツ叩かれてるような、はい、そんな感じがしますよね。当然田尻選手と和林選手の名勝負なんかも出てくるんじゃないでしょうか。さあ、マイクを持ちました。すいません、試合後にちょっと喋らせていただきます、今月からレッスルワンに、参戦しました児玉雄介です。よろしくお願いします。そしてまだ他にも田尻さんの他にも土井浩二からレッスルワンの契約選手になります選手が上がってまいりました。黒潮イケメン二郎です、レッスルワンの一員として精一杯頑張っていくのでよろしくお願いします。だが仲良し小良しで仲良し小良しでやり戦いに来たわけじゃありません。俺たちが起爆剤となってバチ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 やり合ってさらなる高みへ行きたいと思います。お前ら見とけ。ドラマが叫びましたが、田尻はもう早くも花道へ下がっていきました。そして手を合わせてすぐに姿をくらましました。さすがクセモノモンスターでありますジャパニーズバズの田尻と、そしてアクロバチックポケモン児玉雄介がインサンカーターさんでロックスタースパッドを破った一戦をお届けしてまいりました。レッスルワンが勝ちました。